スターさんありがとう。MJ さんもありがとう。双眼鏡さんありがとう。せいちゃんありがとう。今日寒いんだ。全然寒くないんだけど。あ、ほかぴょうさんありがとう。全然寒くない、お家はね。マジか、今日ちょっと外出てなかったからなんかわかんないわ。国翔さんありがとうございます。そっか、亀さんありがとう。確かに風邪ひきそう、危ない。でもなんか布団とかはね、結構もうあったかいのさ、毛布とかさ出してさ、なんか掛け布団、あ、じゃあなんか毛布掛け布団とか、そうちゃんとなんか寝るところはあったかくして寝てるんだけど最近。お、バジャドラありがとうございます。明日ね、そう、そうなのよね、久々だね。9月8以来、そんなだっけ。めちゃめちゃ久々じゃない、そんななかった。あ、でもなくなっちゃったからね、前回がね。うわ、だからもうね忘れちゃってさ、今日必死に確認し直してたけど、ちょっと忘れすぎ。明日だよ、明日だよ、明後日だと思ってた。明日だよ。なんかね、連続で続くっていうのがなんか珍しい。せいちゃんさんに、あ、せいちゃんありがとう。愛知の味にちゃんと心が温まってますよかったよかった、寒さ対策してね。愛知の古を拒否することでしょ、やめてください、間違えます、ミスります。ミスっちゃうよ。チームかなが全員か、おお、すごい。数時間前の配信中にまた寝落ちしたどういう、なんでなの、なんでなんだ。愛知の福袋買うね。あ、福袋みんなぜひゲットしてほしいです、おすすめです。そう、2種類あるのよ、2種類あるのよ。国翔さんありがとう。あ、ひまたぎ配信が明日から眠くてってことね。ポーチも欲しいけど T シャツも欲しい。え、そうなのよ、いやマジでどっちも可愛くない。え、愛知のマジのてかメンバーのあの T シャツ、うさぎの T シャツ可愛くない、普通に1年間着れるよ、うさぎ年だから今年。うん、グーグーを2つ買いました、ありがとう、こんばんは。やはり2つ買うしかなのか、いやーそうだね、どちらかと言ったら2つおすすめですね葵ちゃんさんありがとうございます。愛知の美女良すぎた、本当嬉しい。髪の毛ちょっと長かった時なんだよ、そうそうなんだよね、髪の毛長かった時なんだよ、巻い
キマキしてたんだよね。傘なしで大雨に降られてるの。ああ雨大丈夫、風邪ひかないで。1年間洗わずに来たいね。それは洗って、うん、絶対に洗って。葵ちゃんさんありがとうございます。なんでなの私がなんかこう触って T シャツをこう触って愛知の指紋付きとかだったら洗いたくないわかるんだけど普通の T シャツね。うーん、ポーチかわいいでしょ。葵ちゃんさんありがとう。昨日勝ちましたね。タワー投げようと思いましたよ。貯めて決勝戦に使います。あ、偉い偉い、優しい、ありがとう。イチロシさんありがとう。こんばんは。お疲れ。うん、2つ買ったらショート外穴アーチのシーン変わりますか。変わりませんでも私がちょっと巻いてる写真あ結構レアなのでおすすめですよ。いい感じのヴィンテージ感出して古着感出すな古着感笑う。自転車部にも入部したのでボロ負けしました。うわぁ、ちょっとまだあれか、まだちょっと修行が必要かな。ちょっと自転車部か、ちょっと新しいのいや、なんだっけ、でも自転車部とあと船部って船もやってる人いそうだけどな。船というかボートか、ボート部。葵ちゃんさんありがとう。ひろゆきさんありがとう。こんばんは。タネショート巻き髪です。おお、それはもうぴったりだ。全部いけるじゃん私の髪型。全部いけるやつだ。ヨタアチさんありがとう。あ、協定部かボート部。おたるあさんありがとう。年末ジャンボ部はどちらですか。いや待って、あのでもあれなんだっけ、部活動いっぱいだね本当に。まあでもね、夢あるっちゃあるけど、そういう馬、自転車、船とかはまあ夢、まだ夢あるよね。まだ夢あるけど、なんかパチンコとかは夢あるのかな。なんかちょっと聞いたことあるっていうか、なんかさ、どのぐらい増えるのか分かんないんだけど、そんなんだよね多分、馬とかに比べたら。それだったらやっぱこう夢ある方がいい気がするけど。ある意味人生ギャンブルですから丸く収めようとしてる、うん、人生ギャンブル なのにまたさらにギャンブルしに行くのはもう強者だよみんな。ボート部は興味あります。いやボート部ね、うん、友達がなんかして当てたとかいうのは聞いたことある。うん、すごいいいなって思うけど。
ットをだいたい、あ、だいぶ前にタイムしたんですか。あ、スロット部言い換えがすごいちゃんとある。スロット部はちょっとね、あんま増えなさそう。どうなの。いや、その当たったらそりゃさ、あれだと。ゆうきさん、ありがとう。この間タワーを会社のカードで来て、税理士の人の前で間違えた。やばいやばいやばいよそれ。本当に一部ラジオに送って、ぜひ聞くコーナーに。勝負師多いな。勝負師多いね。いや、村民に限ることなの、限ることなのかわからないけど、ファンの方、オタクが勝負師が多いとか、そういう説ない。ギャンブルの話ですか。そうですね、全然可愛くない話してます。積み立てニサブ何ですか。な、何それ、初めて聞いたんだけど葵ちゃんさん、ありがとう。松さん、ありがとう。マルさん、ありがとう。海、え、株式部、海外株式部、な、株式、株、ちょっと不安不安仮想通貨とかなんか大丈夫かな。うん、そういうのにちょっとハマんないでよ皆さん。株とかちょっとわからない私。NISA、 NISA とは、 NISA 部っていうの、 NISA って何。月に100万くらい稼いでた。えお、すごいねそれは。すごいね。行くとハマる可能性があるから。いや、あの、そうだよ、危ない危ない。ゆうきさん、ありがとうございます。いや、私も株はちょっとどうもりでしかわかりませんよね。健全な投資のやつ。あ、そうなんだ。投資ね、投資か。1213日、ありがとうございます。投資、資産運用してそう。いや、資産とかマジ何にも分かんないよね。なんかどう、みんな、うん、1213、するしなきゃいけないものなんか。1213です。投資に関してあるの興味ないですよ別に難しくて分かんない。投資とか分かんないよ。駅伝もやめてください給料入るから全部タワーにしていいですか。それはもう、それはもう、あの、破産しないければでも変、あの、変になんか何もない日に投げないでよ何もない日に投げないでよ。やっぱでも結構金飛ぶからね。ゲーセンのメダルゲームしか勝たんでしょ。そうだよね、わかる。
メダルでいいじゃん、メダルゲームで。ねえ、ゆうきさんありがとうございます。テンポイントジュニアさんありがとう。こんばんは。推しに投資したい人生。あ、そうだよね。でもなんか投資してくださってるようにもなんていうの、投資じゃないけど、なんかみんなのなんていうんだろう、こう私に使ってくださるのってやっぱね、決してこう無駄ではないというか、そう。葵ちゃんさんありがとうございます。期待して応援してくれて、私に使ってくださってる時間とかもそうなんだけど、そういうのもそうだよね。あいちに投資して幸せが配当されるそうだな、幸せ幸せを皆さんにお届けしていかないとな。納税納税ってどういうコメント。しかし可愛いな、あいつ。ドヒャードヒャードヒャー。ゆうきさんありがとうございます。うん、くまさんありがとう。まあ愛知のためではないかもね。でもまあ愛知のためではないかもしれないけど、自分のためっていうのもそうだと思うけど、みんなが「おたかつ」より良いおたかつライフを送るために使ってるっていうのもあると思うんだけど。私のことを思って使ってくださってる方もいらっしゃる。いや、そうね。いや、みんなのことを損させないようにね、私もこれからも頑張っていかなければ。日々楽しませていけるよね。精進いたします。おたの心が潤います潤い大事。うん、推しをこれ以上増やさないようにしないと。そうだよ、そうなんだよ、そうなんだよ。そうなんだよ、アイドルって本当に儚いものだよ。うん、後悔しないようにね、みんな。え、雨降ってる感じ？天気悪いな。うん、愛知を知ってしまった方がトントンだねまあでも私がアイドル卒業したらそんなに私にまで他の推しができるってことはあるかもしれないけど、そこでおた卒する方もいらっしゃるかもしれないけどね。
オンライン握手か。そうだね、今週末。そっか、毎日配信ありがとう。いえいえですよ、こちらこそありがとう。愛知が少しでもいい晩ご飯食べれたらいいなって思ってます優しい。愛知って泳ぐの得意ですか？得意得意、大得意。水泳習ってたからね、6年間ぐらいは。卒業ってやだな。卒業っていつか来ちゃうものなんですよ。いつか来てしまうものだ。あ、バイト終わってみる。バイト、お疲れお疲れ。おいちゃんさん、ありがとうございます。あ、今日しいたけさんです。後で読もう。あいち、卒業しても元気でねもうなんか卒業する感じな雰囲気出しちゃってる。出されちゃってるけど、うん。椎茸占いはね、見ますよ。まだもうちょっと後で読もうかな。私が卒業したらおたそつできると思ってた時期もあります。無理なのか。無理なのね4年はやってほしい。4年。でも私はね、なんか分かんないね。なんか人の人生って分かんないよねって思う。誰も予想できなくない？予想できないよね。だってさ、半年後自分がどうなってるかもさ、分かんないじゃん、人って。私は特に今年はそうだった。うん、周年ぐらいの時はめちゃめちゃもうどん底らへんだったのに、春になったらなんか180度変わっててっていうことがあったり。でも人生って何が起こるか分かんないんだよね。人生もそうだし、この日本がどうなっていくかも分かんないじゃないですか。だから本当に分かんない。半年後とかも本当分かんないしさ。ポテチさん、ありがとう。あ、質問箱答えてくれたの嬉しくてショールーム見に来ちゃいました。ありがとう、みーちゃん。みーちゃん、ありがとう。ペコさん、ありがとう。無限ループなるほどね。そうだよ、ちょっと規模がでかくなってるんですけど、だってさ、コロナとかもさ、予想してなかったじゃないですか。コロナになる前は何も、半年前とか全然そんなさ、こんなに続くなんて思ってなかったし、だから分かんないんですよ。結局人生分かんない。でもこうなりたいなみたいな計画立てるのは大事だと思うけど、大事だとは思うんだけども、まあ分かんないんですよ。その時その時で変わると思うし、考えが。だからとりあえずもう一日一日生きていくしかない、うん、大事に生きていくしか分からない。
からないんです本当に。大事に、後悔ない人生を送りたいね。人生一度きりだもんね本当に。今年はいい方にガラッと変わってよかった。だから悪い方にも変わることもあるだろうしね人生。そんなね、あ、帰っちゃった。そんなねうまくいかないもんですから。亀さんありがとう。いいことあったら悪いことあって、いいことあったら悪いこと、悪いこと、悪いこと、またいいことみたいな、そんな感じなんですよ結局。楽して生きて、本当にそう、それはそうなんだよ。楽して生きたいよ楽して生きたいよね結局ね。でもそう簡単に生きれないよね。でも楽だけじゃちょっと多分物足りないと思うんだよね。わかんないけど、人生一度きりって冷静に考えてやばない？やばいよね一旦ちょっと冷静に考えたら結構まずいよね。あ、ネイル変えてないけど取れちゃってるから明日取んなきゃ。人生一度きりだよもう。ちょっともうっていうね、もう人生一度きりがもうこんな、私は21、22年くらい経っちゃってる。やばいわ。ビーバップ団長さんありがとう。やばいのよ。でもいやもうなんか夢とか、夢とかなんか自分の夢とかその目標とかないみたいな方とかもいると思うんですよ。私より上の方でね、そういう方はもう私の夢も自分の夢だと思って一緒に叶えてほしい。それが推しとファンの方のあれだと思う、素敵な部分だと思うのよ。一緒に叶えてほしいっていうのがあるよ。それくらい一緒に熱くなっていただきたいという気持ちだよ。いやでも長いか人生、全然短いと思っちゃ短いけど、長いと思えば長い。明日仕事辞めてみるのもいいかもしれないってことですかまあでもその人の人生だからね。タチさんありがとうございます。カッコもアイコもさんありがとうございます。ポエマーの素質あると思うはずポエマー言うのやめて。アイチ見てるともう一度頑張ってみようってなね。なんか確かに活力、みんなの日々の活力になったらいいんだけど。会社のアカウントでやめてよシェアすんのやばい。悟りを開いてる。これって悟りなのか、悟りって何なんだろう悟りって何なんですか、簡単に言うと何なんだろうか。
言葉全部が素敵すぎる。いやーそんなね、そんな大した人間ではないんだけど、言霊ってあるらしいから、その、ね、言霊っていうか私そういうタイプ、なんかめちゃめちゃあの自分で言葉にこう出して、あの言葉にすることによってあの気持ちが引き締まって頑張るみたいな感じ。波のない水面って、迷いの世界を超え、迷いがない。うん。市村京。なんか怖がられないかな。そのファンの方以外から見られた時に、あそこやばいぞってなんない。あそこやばい界隈だぞみたいな。無の境地、欲がなくなれば悟りになる。欲がなくなる、欲がなくなる、人間欲なくなったらちょっと大丈夫って。あれ、欲なしに生きてる、なんかどうなんだ。なんかみんな悩みありますか、じゃあ例えばだけど聞いてあげましょう。私が市村京っていうなんか T シャツ作ろうかな今年の今年ってか次か、次の生誕って市村京しようかな。どう、市村京 T シャツどうって、どう危ない。最近なんかに向かって頑張るって目標がないんですよね。あ、だからもうそうね、目標ではなくていいと思うんだけどね、私的に。え、そのいや、あったらあったでっていうか、その人による、人によるっていうか、目標がない方がいいっていう人もいるし、に性格のこともいると思う。私はでもなんかすっごいそのがっつりなんかいつまでにとか、その期限決められた感じで目標立てちゃうの結構なんかね、止められる。あ、確かに審査通んないか。なんかそのがっつりそこバチバチになんか目標決めるっていうのはなんか意外となんかなんて言うんだろう、焦っちゃったりするんだよね、多分良くない気がする。でもなんか具体的なその目標はも私的には持ってはおきたい。具体的なっていうか、まあざっくりでもいいけど、これ叶えたいなみたいなのは私は結構あるかなっていう。うん、でも今はあるんだけど、学生の時は、学生の時、あ、でも部活してた時はあったな。部活してた時も目標とかはあったね。なんかにでも向かって私は頑張っ、なんかに向かってその目標に向かってる方が頑張れたりはする。でも人によってはそういうのあんま決めない方が頑張れる人もいるんですよね。そうだから別になくてもそれはいいと思う。でも目標とかなんかね、自分から行動して作るに行くっていうのもありだし、まあほんとさっき言ったけど推しメンの夢を一緒に叶えて叶えるっていうのも一つの自分の
目標になるんじゃないかなっていうファンの方ならではの、ファンの方にしかできないことですね。それは推しメンの夢を一緒に叶えるっていうのは。5000くらい分かるからよかった。5000グラムね、よかったです。なんか切った仕事は大好きだけど、たまに仕事をしすぎて売り切れてメンタルが崩壊する。あー、そうだな、メンタル崩壊する前に気づいてあげなきゃね、自分で。なんか一気に多分爆発しちゃうタイプだと思うので、毎日毎日っていうか日々なんかちょこちょこ発散していた方がいい気がする、そういう方は。でも私もそうなんだよね。一気になんか抱え込んでバンってなっちゃったりするタイプだと思うんだよね、私。そう、占い師の方にも言われたよ。なんかそう、だからね、なんかそういうタイプの人は多分本当になんかちょこちょこなんていうんだろう、ストレス解消、なんかなんていうの、ご褒美を自分でご褒美を作ってっていう、まあだから仕事以外のところで、仕事以外のところっていうかプライベートの部分でちょっとでもストレス発散していくしかないかな。進路が決まらないです。進路が決まらない。何がしたいかっていうね。後悔しない選択した方がいいけど、進路がね、私もなんかみんなに流されて進路決めちゃってたの。そう。あ、でも高校までは自分の意思で決めてたけど、大学決めるときはみんなに流されて、なんかなんとなくで決めちゃってて、ここでいいかみたいな、みんななんか進学するし、とりあえずなんかここら辺の大学行っとけばいいのかなみたいな、そんな感じで決めちゃってて。そう、まあでもそうやって決めるのもまあありではあったとは思うんだけどね。私がこうたまたま HKT の方に進めたんだけど、それも最初何も分からず入ってるから、なんか結局進んじゃってみて、そっからなんか決めていくっていうのもありかもしれないかなぁ。進路が決まらない。でもなんかあんま後悔しない選択をした方がいいっていうのはそうだね。でもどの選択肢を取っても正解だし、正解はないんだよ。そう、正解でも不正解でもないということだよ。どの選択肢を取っても、でも後悔はしないでほしいけど。カッピさんありがとう。なんかね、今ミラボバグってて全然光んないんだよ。目標がなくても目標があった聞かれた時の答えは用意しといた方がいい。大人
だ私たちはさ職業柄インタビューとかで目標はとかさ取材とかであるけど、みんなさんはないもんね、そういうのは別に。だから目標あろうがなかろうがいいと思います。そう、私もなんか誰かに言われて目標を決めるとかは絶対嫌なのでね。目標とか誰かに言われてさ、その目標設定してもさ頑張れなくないって思います。中山きんに君の動画見るのすは、まあ、なんか良さそう。目標めっちゃあるタイプだが、今度オンラインでお話しても、聞かせて聞かせて。結局さ仕事は楽しいって思ったら正解だよ。まあ正解ってなんだろうね。でも人によって違うと思いますけどね、難しいよ。だってなんか仕事楽しいって思えてる人って意外とそんなに多くなさそうな気するけど、いやそりゃ仕事楽しいって思ってできた方がいい。みんなそう自分のしたいことをさ仕事でしてるっていうのが理想だと思うんですけど、ちょっと言っちゃうのはきれい事ではあるじゃん。そう、私は本当楽しくできてるの、楽しくっていうか自分がしたいことできてるのすごい恵まれてるなとは思うけど、みんながみんなそうではないとは思うんだよね。だから別にそう思って楽しいって思えてないから良くないっていうのも違う気がする。とにかくなんかこう自分が辛く、なんて言うんだろう、まあちゃんと健康に健康に楽しいことは楽しい、嬉しいことは嬉しいとか、そういうなんか感情がしっかりあって生きて生活できてたらいいと思うんだけど、正解ってないですもんね。そうだよ、正解ないよ。後悔しないようにいっぱい考えます。でもなんか間違えちゃったなとかあっても、でもやり直せるしね。遅いことはないよね。でも本当になんか違うことがやりたく、急にやりたくなったとかそういうのもあると思うし、本当にその時その時のね考え方違うからね。自己が劣らない壁越えになりたい自己が自分にもっていうか、すいませんっていう気持ちで自己がばっかだったとしたら申し訳ないっていう感じで、こちらも確かに美味しいご飯大事美味しいご飯が大事だよ。
楽しさとは関係なくやりがいはある。うん、やりがいは大事だね。まあでも本当にお仕事とかなんかそんな好きでもない仕事でみたいな楽しくた一っても楽しくないみたいな方もいると思うけどね。もう他で楽しい趣味を見つけるしかないよね。だからオタ活に救われてますみたいな方とかもいると思うし、それはもう本当いいよね。それはいいよっていうか素敵だよ。ゆうきさん撮ってありがとうございます。うん、ね、まあでも確かにいつでもこうに逃げ道みたいな、うん、のはあった方がいいとは思うんだけど、でもね私はなんか一回こう決めたらあんまりなんか自分が納得するまでやるタイプではあるんですよ。そう、そう、なんかね結局なんか後悔が残んないのが一番だと思うんだよね。あの時ね、あの時頑張ってたらよかったとか思いたくないから、もう全部やりきってっていうのがなんか目標だよね。サットンさん、あおいちゃんさん、ありがとう。爆食いかサウナで次の日にセットです。いいねいいね。感情コントロールはどうやったら上手くなりますか。難しいね。感情コントロール難しい。感情コントロールね、うん、なんか癒しを癒し、でも私もあんま癒しないけど、なんかに没頭したらいいんじゃないかな。そんなコントロールできなくなった時はなんかの動画を見る、何かに集中するとか。すごい心が軽くなった気がします。いや本当にいつでも心の健康本当に大事だなと感じてる。心って大事だよね本当に。これは大事だよね。心って大事。でも周りの人とかもそう影響するのかなって思うけど。明日も忙しいから寝ます。おやすみなさい。心が健康なのは周りの家族とかファンの方に私は支えられてるから心が健康でいられてると思うんだよね。多分。なんか人との関わりは大事だと思う。人との関わりっていうか、だからその推しメンとの関わりでもそうだと思うよ。そのプライベートで誰かとなんか強制的に関われっていう話ではないけど、その推し面とコミュニケーションとか取ったり関われることで心が落ち着くとか安心するとか
心が豊かになるとかだったらもう正解、正解っていうかバッチリよね。葵ちゃんさん、ヤシタンさん、ありがとう。食生活とか生活習慣、うん、確かにね、そこがちょっと乱れちゃってると心のにも影響しそう。あ、でも逆もやるのか、心が落ちちゃってると食生活生活習慣も悪くなっちゃった。確かにそこはもうなんかイコールだ。だから心がなんかあれな時はそっちのなんか食生活生活習慣を見直して、そこで嫌いな人は関わらない、それはそうそうなんだよね。なんかもう本当にでも、うん、学校とかってさ絶対関わんないといけなかったじゃん。関わんないといけないってか絶対になんか会わないといけない、学校行ったら。そう、学校というものから解放されてね、別にね、もうなんか連絡取らない人は連絡取らないしみたいな。だからまあお仕事は置いといて、お仕事でどうしてもかからないといけないみたいなみんななんていうの、その会社の人なんか嫌な人とかいたとして、でもそれはもう仕方ない、もううまくもうどうにかやり過ごすしかない。極力業務系のこと以外はもう一切関わらずに、業務に支障が出ない限りその業務のことだけやって、そのプライベートではもう一切関わらない、そういうなんかもう自分が関わりたくない人とは関わらない。これは私もう本当これから絶対そうしていきたい。愛知の心を支えます、支えてください。ぶりっ子愛知を見れれば復活する。え、もうそれはね、私に会いに来てくれたらしますよ。愛知は学校サボったことある？サボったこと？サボる？サボりはあんまないかな。あんまサボり、仮病で休むみたいな、ないね。なんかさ、学校一日でも休んだらさ、めんどくさくない？なんかやんなきゃいけないこととかプリントとか溜まってるのめっちゃ嫌なんだよね。あおいちゃんさん、ありがとうございます。ゆきさん、ありがとう。うん、なんか そう勉強とか一日さ、なんか休んだだけでなんか進んじゃってたりするじゃん。それがもう嫌だ、嫌だったからサボりはない、ね、学校解禁症、あ、まあ、どっか解禁症だったの私。高校かな、あ、高校解禁症かな。中学も解禁症だったかな。いや覚えてない。なんかね、解禁症とかで表彰される学校じゃなかったのよ私の学校。なんか表彰される学校もあるみたいなんだけど、私そういうのなかったけど、なん、あいつだっけな、小学生の頃は1日だけ休んだな、多分小学校6年間で1日だけ休みました。なんか体調悪くてね、その日1日だけ。そう、あとはなんかインフルエンザで休んだりはあったけど、なんかそれって病欠みたいな、休みにならなかったからあれだったけど、
毎日配信のそうなのよ。確かにそれそうかも。健康だったね、めちゃくちゃ健康だったわ。あ、でもインフルはなったよ、小学生の頃と中学生の頃はなりました。小2と中2でなった、インフルエンザに。インフルエンザってマジで辛いんだよね。で今ね、なんかインフル流行ってるらしいよ。なんかコロナじゃなかったらインフルみたいな、そうあるらしい。やばくない？インフルちょっと本当にやだ。なんか私さ、インフルエンザめっちゃ辛かったのよ本当に。なんかね、なんていうの、もう気分が悪いのずっと。そう、たださ、熱出る、喉が痛いだけだとかだったらいいじゃん。いや、よくないけど別に。もう風邪、なんかコロナって風邪の症状とか言うじゃないですか。それだったらまだ、まあなんか人によると思うけど、インフルエンザってマジで辛いんよね本当に。経験ない？いや、ない方がいい、ない方がいい。すっごいもうね、なんか幻覚みたいな、幻聴幻覚みたいな起きるし、そう高熱出るし、もう食欲も湧かないみたいな、ご飯も食べれないぐらいの気分が悪いのずっと。そう、もう私ほんとインフルだけは私ももうね中2以来なってないので、そう大丈夫っていうか、うん、近年かかっておりませんけども、本当にちょっと嫌なのよね。谷川やったけどありがとう。そう、まあね、確かにコロナ、ダブル感染はちょっと本当にやばいよ、それ恐ろしいね。まあ、ちゃんと対策してればね、コロナ対策イコールインフルの対策にもなってるだろうし大丈夫だと思うけど、じゃあほんとインフルもだってクラスターあるじゃないですか。インフルエンザもクラスター、学校とかでもさ、インフルめっちゃあの学級閉鎖とかになっちゃったりさ、あったし、クラスターになっちゃったりするから、本当に気をつけなきゃよね、インフルも。いや、やだ、もう私インフルエンザやだよ絶対。なんかお母さんに近くにいてもらわないと無理だったよ、インフルは。うん、自分の部屋からさ、何回もお母さんのこと呼ぶんだよね、辛すぎて。まあってまあ、インフルの予防接種はね、毎年受けてたね。去年受けたっけ。受けたかも、去年受けたかも。私はね、インフル注射受けた方が私はかからない説ある。休養になってもかからなかったね。あ、それ最高だ休みの時にゆっくりできるというね。まあね、インフル薬あるんだけどね、辛かったよ私の記憶では。たかちゃんさん、ありがとうございます。予防接種した時に限って発症してた。あ、そう、そういうタイプもいるんだよ。私は注射打たなかった年はかかって、注射打ったらかからないっていう、そうあれだけど、逆のね、その打ったらかかるみたいな人もいたの。そう、うん、不思議だよね。そう、それが関係してるとは言い難いけども、まあ、まあ高熱確かにね、すぐ収まる。梨を買ってくれるから嬉しさもあった。うわー、でもわかる、
なんかゼリー、私熱出ると絶対このゼリー食べてたっていうのがありました。あとリンゴアイスそれは嬉しいんだけど辛いからな。二度インフルかかったことある。あるね、そういう人もいるよね。ポカリもそう、飲んでた飲んでた食べるもの飲むものあるよね。風邪ひいた時なんかにかかった時あるよね。わ、え、もう11時過ぎてた。ちょっと椎茸を読みましょう。椎茸読んで終わりましょう。こりゃいけない、もう11時過ぎてました。そろそろエンディング椎茸読んで終わる。やっとね。葵ちゃんさんありがとう。椎茸占い24から30日までの運勢は、今週のあなたは、スーパー自然体モードのターコイズが出ています。不思議なんですけど2022年の水瓶座は衣食住のいずれかもしくは全てに対して、異様なぐらいのこだわりとか、ベストマッチを探し出そうとしています。まず水瓶座は自分にしかわからない独特のフィット感の感覚がある人たちなのです。例えばなんですけど、紙にのりや接着剤をつけて壁とかに貼るとするじゃないですか。その際紙にホコリがついていたり、いい加減な形でやってしまうと後からペローンと一部がめくれちゃったりするじゃないですか。感覚的な話で申し訳ないんですけど、水瓶座はこのペローンがかなり許せない人でもあります。ファッションでも食べることでも人と会うことでも、これと私との間のフィット感はどうかという点を異様に厳しく判定していくところがあります。そう、水瓶座はノリとか接着剤の人なのです。この人とはくっつけすぎるけど、接地面がピタッといかないよなとか。そうなんだ。ターコイズ多いよね。私でも2022年は確かにこだわりちょっと強めな年かも。いや、そうそうだわ。なんかね、洋服のこだわりとかもそうだし、なんか部屋のこだわりとかもちょっと去年よりかはちょっとこだわってる部分あって、自然とあったかも。確かに感覚的なっていうことだよね。フィット感私大事にしてるんだなんか、なるほどね。今週はだからどうなんだ、今週どう乗り切った。今週はあなたは緩やかな形で新しいフィット感を探している感じなんです。なのでもしできたら家具屋さんとか洋服屋さんとか食べ物が食べられるお店でも良いです。自分にとって今ヒットするものを探しに行ってみてください。異様に厳しく判定するんじゃなくて、今のあなたはすごく等身大の自分でいられるから。恋愛面でも人間関係でもそうなのですが、今週のあなたは穏やかに、人を受け入れることができていけそうです。周りに対して過度に気を使いすぎないで自然な形の自分を出しやすい。また仕事面やプライベートに関しても丸々しなくちゃという緊張感ではなくて、私がやりたいからこうしてみようとか、そういうところでも自然体になれなられます。本当は牧草地にでも行って、そこで寝転んでゆっくり風を感じながら空でも眺めてみたい気持ちです。でもその夢はなかなか今はできないことでもあるので、今週は私のフィット感を探す、あとはおまけと割り切ってお過ごしくださいませ。色はターコイズと黄色。なんかわかる。私なんかもうなんか自然なところでさ、寝転んでゆっくり風を感じながら外を眺めたいっていう、なんか
このなんか自然を感じたい、まあ、旅行したいんだけど、なんかそのそういう気持ちはあんのよ最近。それがさあるんだよね。それはちょっと今なかなかできないかったりするので、フィット感を探す。フィット感難しい。でもなんかあんまそんな意識しなくてもいいの。いいなって思ったものを取り入れればいいのかな。なんかさ、寝る時とかもさ、なんかあの無意識にさフィットする体勢をさ探さない？これはもういつも自然とやっちゃってることだと思うんだけど、寝る時とか私そうなんだよね。なんか自分がこの体勢、毎日違うんだけど、今日はちょっとこの体勢で寝たいなとか、あるくない？うん、そういうのもフィット感だよね。小さいことだけど、そういうことだ全部。だからなんか、あ、これなんか居心地いいなとか、そういうことで今の自分に合ってるなっていうことを、まあ今週は探していってっていうことだね。葵ちゃんさん、ありがとう。うわ、右左どっちだろう。私ね、左下かな、左を下かな。いやむずいね。あ、もうまっすぐの時もあるし、いやわかんない。でも私どっちか、うん、どっちだろうな、左かな、いやいや左かな。抱き枕選別、すごい。日によってちょっと違うっちゃ違うわ。なるほど、今週はフィット感の週です、私は。はい、今週も頑張っていきましょう。みんな頑張っていこう。あ、カメさんありがとう。谷川太さんありがとう。ミロさんありがとう。ではでは終わりたいと思います。明日パジャドラなので、久々の公演ちゃ公演だね。頑張ります。じゃあランキング見ます。13位ミロさん、12位ナオさん、11位白川さん、10位渡るはさん、9位ひろゆきさん、8位 MJ さん、7位高っぴさん、6位ヤシタンさん、5位国翔さん、4位ゆうつなばらさん、3位ホクピグさん、2位ゆうきさん、1位あおいちゃんさんです。福清さん、福ピグさんありがとう。神様ありがとう。頑張ろう、今週も乗り切るぞみんなで。じゃあね、みんな明日ね、また明日、おやすみ。